はい、えー、どうもとあるです。はい。えー、ということで、今日はですね、いろんな方から質問があったので、えー、憲法ですね、憲法の勉強方法に関してお話をしていきます。えー、それで、憲法の勉強方法に関する質問を、ね、受けるたびに、えーとね、ほとんどの受験生が憲法の取り組み方を、ね、間違っていますで。その間違ったままだと、やっぱりまあ効率が、ね、めちゃくちゃ悪いんですよね。えー、なので、まあ、今回の動画を通して、憲法の取り組み方をちゃんと、ね、変えていただかないと、えーね、効率 ががが悪いいいいいいいのので効率勉強方法をすするたためにも今回の動画はは、ね、ぜひ見た方がいいと思います、はい、それでね、まず見てほしいのが、えっとね、憲法ってどういうふうな出題がされますかっていうふうな出題内容、えー、そこをね理解していきましょう。で憲法ってこういう,うな感じで、択、え、一、ー、式が5問、で対選択が1問っていうふうに合計6問出てくるんですね。で、拝点がね、そこの数字間違ってますけど、択一式が20点です。えー、と5問かける1個4点で20点です。で、対選択式 1> が1問で8点なんですねつまり合計で、えっと、28点ですね 28点。28点。約30点分しか取材されないんですよね。で、この試験全体が300点ですから、試験全体の10分の1しか憲法はないんですよ。だからどういうことかっていうと、憲法っていうのは、そこまでね、真剣に勉強しないでいいんですよね。憲法っていうのは確かに難問出てきます。こんな問題、道とくねんっていう難問出てくるんですけど、ポイントは、その難問が解けることではなくて、難問を、あ これ問題、ね、難しいなっていうふうに気づいていち早く捨てることです。ここをね、ちゃんと理解しておいてください。よく出てくるのが、めちゃくちゃ難しい問題はできないどうしよう憲法苦手やっていう受験生めちゃくちゃ多いんですけど、いや、その問題そもそもできなくていいよ、すぐ捨ててよって話なんですよね。えー、たた例えば、こういう感じで、えっとね、これね、平成23年度の問いの5番なんですけど、これ問題見てくださいよ。これまず選択肢に入る前の冒頭の段階でめちゃくちゃ長いでしょ。 写真か映画、じゃ長いじゃないですか。で、選択肢もこういう感じなんですよね。こんな問題、めちゃくちゃ長いでしょ。だから、時間かかるんですよ。どうすればいいかっていうと、これ、捨ててください。もうね、すぐ捨ててほしい。見た瞬間。見た瞬間に、もう考えもせずに、もうその問題解かないっていうふうに決めてほしいんですよ。これがすごい重要ですね。憲法は30点しか出てきません。だからこそ、憲法は解けなくていい問題もめちゃくちゃあるんですよ。イメージで言うと、5分の3問とか解けたら余裕で受かります。 5分の3も。なんで、まあ、そこ目指してほしいですね。卓越に関しては5分の3取れたらもう余裕で受か,かるんで、そのレベルをまず目指してください。で、えっと、憲法っていうのは、人権と統治っていうのう2つの分野があります。で、憲法の人権に関しては、難しいものも出がち。えー、そんな判例誰が知ってんねんってものも出てきます。でも、難しいものはできなくていいんですよ。この試験の主役はあくまで行政法と民法。で、その2個だけクリアするともう受かるんですよ。もうそれくらいなんですよね。だからこそ、憲法 の人権ってねもうね3問ぐらいですよ出てくるのそこに時間を扱ってもしゃーないんでそんなもの捨ててくださいすぐにわからんものはけれど まあ、ある程度特定できた方がいいんですよね。だから、そのある程度何かっていうと、僕の方の講義動画で説明していくんで、その動画にしてレベルを最低限抑えて、えー、それで択一5分の2問とか3問得点して受かってきてください。あくまで解けるものを解くっていうような視点、これちゃんと持っておきましょう。一方ね、憲法の穴場はこれですよ、統治。統治はね、結構解きやすいです。つまり、統治に関しては条文です。えー、条文の文が少しごちってますけど、条文の文、文書の文ね、条文。えー、条文を ちゃんと覚えてていいってくださいで覚えるっていう何も、まあそのすらすら暗証しましょうと。そういうふうなわけではなくて、統治に関しては主語と数字ですね。主語と数字、えー。そこをね、ちゃんと覚えていきましょう。例えば、条文で言うと、こういう条文があります。えー、憲法に関しては671個ですね。この条文があって、これは、内閣総理大臣はって書いてますよね。じゃあその内閣総理大臣はってとこが主語なんで、えー、そこをね、100%覚えてください。ここの箇所が内閣はっていうふうに書いて てててくくる誤答っっめちゃくちゃゃ逆に言うとそこだけ覚えておくだけで1問得点できるとかそういうケースも、ね、多々あるんですよだからこそ条文ね条文をちゃんと覚えて乗り越えてくださいもちろん統治に関しても条文以外判例から出てきたりするんですけど、えー、それに関しても僕の方の動画でちゃんと,、えーとえー、網羅していきますのでそういう風にして進めていってほしいなと思いますということでつまり何が言いたいかっていうと 憲法はそれなりを目指してください。あくまでこの試験受かるかどうかっていうのは行政法と民法で決まります。えー、憲法っていうのは行政法たまたまこけたなと、失敗したなと、そういう時にその穴を埋めてくれるっていう風な存在でしかないので、えー、憲法は、えー、それなりを目指してください。で、それなりっていうのは過去問と僕の動画。もうこの2個。この2個を軸に勉強していって、あとは統治に関しては条文読み込む。この3つ。この3つだけをコスパよくやっていかないとダメです。 で、なぜダメかっていうと、憲法に時間を使うということは、相対的に行政法と民法の学習時間が下がっていきます。それはマジで良くない。で、憲法って結構面白いんですよ。面白いから、ハマりやすいんですよね。あの、憲法面白いなみたいな。でも、憲法にハマっちゃダメですね。あ僕も結構憲法にはまるタイプだったんですけど、憲法はハマったらダメ。えっ、ー、と、面白いんです。面白いんやけれども、憲法にハマっても、配点30点しかないし、えー、そのうちの、まあ、4点とか8点は、もう誰がと懸念が出てくるんですよね。だから、 えと憲法で得点できるのは20点とかなんですよ20点とか,か20点は多分そこまで時間使ってもしゃあないんで本当にもう憲法はもうコスパよく僕の動画、去問、条文当時に関する条文、まあ、条文に関して言うとあとは天皇ですね天皇関係とかっていうところだけを淡々と押さえていって残りの時間を行政法と民法に使うことが受かるには必要なんでそういうふうに理解しておいてください。 はいといととうことで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、あとはこの動画の SNS の宣伝ですね、えー、それもぜひ、ね、してください。よろしくお願いします。はいということで最後までご視聴ありがとうございました。えー、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。